はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気に食べますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、寒くなってきましたね。その寒くなってきたからね、その足がつりそうな感覚になってきました。まあ、あの血液のね、循環が悪いから、まあ、そうなってしまうんですけどもね、まあ、あのね、病気をしてからというものですね、寒い時期に頻繁に足がつるようになってですね、まあ、ひどい時にはね、寝込みを襲ってきますので、睡眠不足にかられます。これはね、非常にね、不愉快です。あのね、足首から下がね、主になんですけども、そのつる時はね、そこがほんまに硬直して、もう痛すぎて起きてしまってね、10分間くらいはね、ずっとその痛さのあまりにね、床でね、ここのフローリングでね、転げ回ったりしてね、もうマッサージに明け狂いますのでね、そのね、夜中なんですけどね、目が覚めてしまいます。でもまあ、それに、ね、疲れてしまって、またすぐ寝るんですけども、ね、翌朝起きてもね、寝た気がしません。あの、去年もね、その秋から年を越して、今年の3月の終わりぐらいにまでかけてですね、こうつりっぱなしだったんですけども、すごいね、ほんまにつらかったんですよ。でね、またそんな日々がね、今シーズンもやってくると思うとね、もうなんとかならんもんかなとね、すごく悩みます。まあ、だからね、去年は去年でその足がつることに関してですね、いろいろと調べまくって、いろいろと試してみましたけどもね、そんなにね、効果がね、見られませんでしたという感覚やったんですよ。どんだけ調べて、どんだけ試してもね、もうつるもんはつるという結果がね、すごく悔しかったです、ほんまにね。まあ、今シーズンのね、僕の体はね、どうなるか分かりませんけども、まあ、まだつるんやろうなーってね、思ってしまっています。でもね、昨シーズンに散々あれこれ調べたんですけども、こうなかなかね、思うよって、ね、答えがね、出てこなかったんですけどもね、今日でね、少しはね、納得できそうなキーワードがね、出てきました。それはね、低カリウム血症でございます。まあ、聞き覚えのない、まあ、聞きなじみのない言葉だと思うんですけども、低カリウム血症というのがあるんですよ。で、これはね、免疫抑制剤の副作用で起こるものとしてね、まあ、出てきましたので、結構解決キーワードとしてはね、期待が大きいんです。まあ、この8月にね、僕やっとね、少しだけなんですけども、免疫抑制剤の分量がね、減りました。まあ、減ったということは、免疫抑制剤による副作用も減ると思っているので、昨シーズンにね、まあ、もし低カリウム血症の仕業でね、足がつってしまっていたのであれば、まあ、今シーズンは免疫抑制剤のせいでそのカリウムが低下するという力 が、まあ、減るわけですから、ちょっとはね、怖がらんでもね、ええと思っております。とは言ってもですね、まだまだその免疫抑制剤をね、飲んでおりますので、こうカリウムに関してはね、低下しないわけではありません。なので、まあ、減ってしまうカリウムを増やさなあきませんので、まあ、そこはね、食べ物から摂取していきましょうということなんですよ。そんなカリウムはですね、その野菜、芋、果物、豆類にね、多く含まれておるんですけどもね、水溶性のためにですね、加工や調理によって含有量がね、減少します。またね、そのちょっとお腹を下して下痢をしたりとか、めっちゃ汗かいたりすることによってもね、結構ね、そのカリウムの量がね、こう体からね、減っていくことがあります。またカリウムっていうのはね、こう神経とか筋肉とかのね、その興奮伝導っていうのにもね、関与してますのでね、こう不足すると、運動の時に足がつるとかね、こう筋肉の痙攣をね、起こしやすくなる原因にもなりますのでね。ほんでね、まあ、よくはその足がつるというお悩みでね、その挙げられるのが、水分不足の他にですね、まあ、カリシウムとかね、マグネシウムといったね、ミネラルが足りないというのがね、挙げられます。ほんでね、カリウムっていうのもミネラルの一種なんですよ、実はね。カリウムっていうのはですね、その細胞内液っていうのがあるんですけど、細胞にね、細胞内液っていうのがあるんですけども、それに多く含まれてまして、でそこでナトリウムっていうやつと共にね、その浸透圧をね、調整してるんですよ。細胞の浸透圧を調整してくれるんですよ、カリウムとナトリウムがね。で、そのカリウムはそのナトリウムの尿中排泄っていうのを、促す働きがあるためにですね、そのナトリウムの摂取量の多い日本人っていうのはですね、塩分ね、塩分摂取量の多い日本人っていうのはですね、そのカリウムという栄養素をね、しっかりね、取りたいところなんです。そんなね、カリウムの摂取量を増やすことでですね、血圧の低下とね、脳
脳卒中予防か、脳卒中の予防につながることがね報告されております。例えばね、運動中のカリウムの補給にはですね、バナナやみかんが食べやすいのでよく勧められています。まあ、他にはですね、その僕はまだ食べたら飽きませんけども、そのドライフルーツってあるでしょ、あれもねいいと聞きますよ。ドライフルーツであればね、保存もできるしね、プレーンでしょ、あ、プルーンか、プルーンとレーズン、イチジク、マンゴーとかね、そんなドライフルーツあるじゃないですか。しかもその一口サイズのやつもねあるんでね、食べやすいですからね、すごいいいですよね。まあでもここでですね、気をつけてほしい人たちがいてるんですけどもね、それはですね、腎臓病とか腎機能が低下してる人たちのことなんですよ。その人らっていうのはね、そのカリウムのね、尿中排泄量がね減少してね、逆に高カリウム血症になる可能性があるためにですね、積極摂取、まあ食べ過ぎはねすごい避けてください。そしてね、カリウムを取るのも大事なんですけども、その足がつってしまう原因の一つとしてのカリウム不足というのは、まあ、先ほども言いましたようにですね、ナトリウムとカリウムのバランスがね大事なんですよ。なので、まあ、先ほど運動してねバナナを食べる話をしましたけども、バナナを食べ過ぎて、まあ、食べ過ぎる人もね、まあ、そこまでいないでしょうけども、そうなると逆にカリウムとナトリウムのバランスが今度はね悪くなってしまって足がつります。ね、カリウムが少なくてナトリウムが多い場合と、カリウムが多くてナトリウムが少ない場合とではね、まあ、同じメカニズムで同じバランスが取れてないよというメカニズムで足がつってしまいます。まあ、このことからですね、今年の3月以降から、この夏が終わってから、まあ、今までこれまでにですね、僕の足がつらなかったことを考えてみますと、まあ、免疫抑制剤でカリウムが低下するけど、塩分などの味付けをねしない食生活をね徹底し始めてたので、ほんでそれに夏になるにかけてこう汗をよくかいてたので、まあ、それなりにね塩分も体が抜けていったことから、このカリウムも減るけど塩分であるナトリウムも減るから、しないうちにこのバランスが取れていたということがね考えられます。まあ、なのでね、このままいけば今シーズンはひょっとしたらね足がつらんかもしれません。これは期待できそうですね。まあ、味付けをねしない食生活はね、まあ、体重やコレステロール、血中コレステロール系をね、まあ、考えてやっていたことなんですけどもね、まあ、他のことにもつながってると考えたらですね、一石二鳥と表現してもねええと思います。まあ、でもまだね足がつるかもしれないので、まあ、調子乗ったことはね言うと飽きませんけども、まあ、このままね何もこともないことをね願ってねやっていきます。まあ、そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。